イグナーツールバンイグナーツールバンは、ドイツの植物学者。西インド諸島の植物についての専門家であった。プロイセン王国のバールブルクに生まれた。ボン大学で学んだ後、ベルリン大学でパウル・アシアーソンの下で学び、1873年に博士号を得た。1873年から1878年の間、 グロース・リヒター・フェルデの寄宿学校の教師を務めた。この間、グロース・リヒター・フェルデの植物の研究結果を発表した。1878年に、当時ベルリン郊外のシェーネベルクの植物園で女子として務めるようになり、1883年から学芸員にアウグスト・アイ・ヒラーの没した1887年からは園長に就任。1889年に、 公認のアドルフ・エングラーに園長を継いだ。ウルバンの園長時代に植物園の施設はシェーネベルクからより環境の良いダーレムに移され、現在のベルリンダーレム植物園となった。1889年から1913年まで副園長と植物園の教授を務めた。ベルリンで没した。植物の分類学の分野で働き、喧嘩植物の分類を専門とし、 南米やカリブ海地域の植物の同定と記載を行った。時計創科のパッシフローラトゥーリーなどの記載がある。パッシフローラアーバニアナに懸命されている。他に、クマツゾラ科の俗名、ウルバニア族などもウルバンにちなんでいる。アーブは、植物の学名で命名者を示す場合に、イグナーツウルバンを示すのに使われる。ありがとうございます。